ワスプ -17 はスペクトル型 F 型に分類される構成で太陽系からサソリ座の方向に約1340光年離れた位置にある。見かけの等級が11.6等級と暗く太陽系近傍の天体でもないため注目を集めることはなかったが2009年に逆行軌道を持った最初の太陽系外惑星ワスプ -17B が発見され、 広く知られるようになった。ワスプ -17 の質量は太陽の1.2倍、半径は1.4倍、表面温度は6550系程度と、いずれの値も太陽よりやや大きいと予想されている。観測されたパラメータには大きな不確かさが含まれているため、高度階級は断定できていないが、主系列性の可能性が最も高い。年齢は 最大でも40億年程度で46億歳の太陽よりはい天体と見られる。系外惑星を持つ恒星は、シゲモト富む場合が多いが、ワスプ -17 にはこの傾向は当てはまらない。金属量の指標としてよく使用される FEH の値はマイナス0.25で、これはワスプ -17 には、 鉄元素が太陽比で56%しか含まれていないことを意味する。他の元素の観測値も、軒並み太陽を下回っている。マイナス1 7という名称は、この構成の周りを回る惑星が、スーパーワスプ計画が発見した17個目の惑星だったことにちなむ。それ以前には、 タイク678719271アニマス J15595095 から2803422などと呼称されていた。一般にバイエルフ号やフラムスティード番号などを持たない構成はヒップや HD のカタログ名で呼ばれることが多いが、ワスプ -17 はこれらの主要な製表には登録されていない。ワスプ -17 を 惑星の名前として扱う報道もあるが、発見を報告する論文では、WASP-17 を、構成名、WASP-17B を惑星名として、使い分けている。2009年に、WASP-17 の周囲を公転する、惑星 WASP-17B が発見された。この惑星は、主構成の時点と逆方向に公転するという、前例のない特徴を持っている。また、 構星の至近距離を楕円軌道を周回しているため、内部に潮汐力による熱が発生し、木星の半分の質量しか持たないにもかかわらず、木星の1.5から2倍の直径にまで膨張している。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM Exewires Project において、WASP-17 系は、 コスタリカ共和国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、コスタリカ国内での先行、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から 最終結果が公表され、ワスプ -17 は DW、ワスプ -17B は d i t z と命名された。これらは、コスタリカの先住民ブリブリ族の言語で天体と人類の起源に関連する言葉に由来しており、DW は我々の知っている太陽よりも大きな、決して消えることのない太陽を意味する言葉に、d i t z は死亡神が ブリブリ族に対して最初につけた名前にそれぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。